わしの名前は本読むぞ。小さい頃から本が大好きで、今まで読んできた本は5000本冊を超えておる。そんな趣味も高じて、今ではこの古書店を営んでおる。お客さんと本の素敵な出会いがございますように。いらっしゃい。夏目漱石の心でございますか？それでしたらちょうどここに少々お待ちを。お客さん、すいませんね。夏目漱石の心は先ほど売り切れてしまいました。代わりと言っては何なんですけれども、同じぐらい面白いラッキーマンならございます。大丈夫ですか？お客さんと本の素敵な出会いがございますように。はい、芥川龍之介の羅生門でございますか？あれは素晴らしい本だ。私めも10回は読んでございます。少々お待ちを。お客さん、すいません、私勘違いしておりました。私が読んだことあるのは芥川龍之介の羅生門じゃなくて、蒲生博士のラッキーマンでございました。お客さんとラッキーマンの素敵な出会いがございますように。はい、メンズノンノでございますか？お客さん、ここは古書店でございますよ。少々お待ちを。500円でございます。はい、ありがとうございます。はい、さようでございます。うちにはラッキーマンとメンズノンノしかございません。そうでございます。こちらのシャツ、今月号で須田まさきくんが着てなどの同じモデルでございます。お客さんとかっけえシャツの素敵な出会いがございますように。はい、ラッキーマンでございますか？ラッキーマン全巻、こちらに置いてあるラッキーマン非売品でございます。どうもありがとうございます。